この原爆チェルノブイリもそうですけども、こういった経験を外に発信することで、広くやっぱり地球の安全保障、地球の健康を守るというようなことに貢献できればというふうに思います。地球キャンパス。この番組では地球上のさまざまな場所をキャンパスとしてグローバルな活動をしている長崎大学を紹介します。長崎大学自体はご承知のように、そのずっと長崎原爆被爆者の治療であるとか、あるいは影響の調査であるとかいうことをやってきたわけですけども、1990年からですね、チェルノブイリの医療支援というのを始めてます。長崎大学はこのベラルーシ共和国という最もチェルノブイリの影響を受けたところが、国があるんですけども、そこにですね拠点を作りました。私は現在その拠点の責任者、拠点の代表として、その拠点を活用した研究であるとか共同研究もそうですけども、そういったものの推進に当たっています。例えば遺伝子を解析するとか、そういったことをすることによって、なんでそもそも放射線を被爆するとがんになるのかという根本的な疑問に対する回答というのを見出すことができるかもしれないということで、現在そういうような遺伝子を含めた調査というのをやっております。あるいは非常に長い期間住民の方を診療しながら得られるような調査、こういったものを展開しています。現地にしっかりと根を下ろして、そして向こうの研究者と直に話し合いながら、あるいは住民の方と実際にですねコミュニケーションを取りながら研究を広げていくと、まさしくだから現場主義というのが我々の一番大きな特徴なんじゃないかと思います。こういうチェルノブイリの仕事であるとか、長崎原爆の仕事であるとか、いわば長崎大学のオンリーワンの分野だと思うんですね。他にはやってる方なかなかやってるところはないと。ですから次の世代に伝えるというのは非常に大きな使命だと思います。福島第一原子力発電所の事故がありましたけれども、チェルノブイリというのは今から26年前の事故ですので、それからの蓄積されたデータというのを保管して解析するということはですね、今後の福島の住民の皆さんの健康を守るためには必ず僕は役に立つというふうに思っています。長崎大学というのは世界の被爆者のために何らかのやっぱ貢献をしなきゃいかんと、チェルノブイリの現場をベースにですね仕事を続けておくというのは非常に重要だというふうなことを思います。それはやはり世界で一つだけの被爆医科大学をベースにしている長崎大学の使命だろうというふうに思います。日光を浴びると強い日焼け反応を示す紫外線光環受性症候群という病気があります。この病気の原因となる遺伝子を長崎大学の研究チームが化粧品メーカーとの共同研究によって突き止めました。日焼けのメカニズムを解明し、日焼けしにくい肌へ導くことも視野に入れたこの研究、今後の展開が注目されます。